ふくらはぎを細くしたい方はぜひやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ふくらはぎを細くするストレッチということで、とっても簡単なストレッチですので、ぜひ真似してもらえたらと思います。ふくらはぎを細くするポイントとしては、必ずストレッチがいります。ほとんどの方が、立ち仕事、座り仕事、勉強している、クラブ活動をしている、何かしらふくらはぎを使って生活をしています。そこでふくらはぎが細くならない方というのは、原因が3つあります。1つは足首が硬い。2つ目はふくらはぎが硬い。3つ目はハムストリング、いわゆるももの裏が硬い。この3つが原因としてふくらはぎが細くなりません。もちろん全体的に太っている方はダイエットをすれば少しは細くなりますけども、重たい体重で生活しているので、そういった方もふくらはぎの筋肉がしっかり発達しています。なので体重が軽くなってもふくらはぎは細くなりにくいです。あとはスタイルはいいんだけどふくらはぎだけ太い。ももと比べてふくらはぎが太い。そういった方はですね、3つのストレッチがとても大切です。で、今回は3つとも簡単にいっぺんにできるストレッチです。では紹介します。このようにですね、これは1キロのバーベルなんですけども、こういったバーベルじゃなくても、本でもいいです。本でも、こういった重りでも、ある程度硬いものなら OK です。硬いもので、その上に足を乗せてですね、つま先を乗せてですね、これで前屈をしてください。つま先を上げた状態で前屈をすることによって、足首のストレッチ、ふくらはぎ、ハムストリングのストレッチが一度でできます。これがなかったらですね、普通に前屈をしても、足首の角度が90度よりも後ろに行っちゃいますので、足首とふくらはぎがあんまり伸びません。ここに乗せることによって、重心が取れやすくなるので、足首を上げた状態で前屈ができます。ですので、これでしっかりこの3点を伸ばすことができます。これを息を吐きながらしっかりぐーっと股関節からぐーっと前にかんで伸ばしてください。とっても簡単ですよね。今のストレッチを毎日お風呂上がり、そして朝一、この2回やってもらうことで、徐々にふくらはぎの筋肉が柔らかくなります。柔らかくなったかどうかのポイントとしては、つま先を乗せた状態でちょっと前屈して、ふくらはぎがどれぐらい柔らかいか試してください。硬かったらまだ少しね、伸びが足りません。これで前屈をしてもふくらはぎが割と柔らかい、そういった状態の方はどんどん細くなります。今のふくらはぎが柔らかいかどうか、筋肉が伸びているかどうかっていうのを参考にして毎日やってみてもらえたらと思います。ということで、今回はふくらはぎ痩せの簡単ストレッチでした。勉強になった方、頑張った方、よかったらグッドボタンとシェアボタン、コメントもよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。